7月9日木曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県内は8日未明から明け方にかけて梅雨前線の影響で各地で大雨が降り、道路網の寸断や交通機関の乱れが相次ぎ民家の倒壊もありました。倉敷市や浅口市、笠岡市、佐藤省庁が避難所を合わせて40カ所開設し、 最大で332人が避難しました。各地で道路の冠水や土砂の流入も相次ぎ、国道や県道が通行止めになったほか、JR 瀬戸大橋線の一部列車が一時運転を見合わせました。岡山県は8日、新型コロナウイルスの対策本部会議を県庁で開き、7月10日から31日までの 対応を決めました。新たに新規感染が相次ぐ東京、埼玉、千葉、神奈川の4つの都と県への移動は必要性の再検討など慎重な行動を求めイベントの自粛要請は5000人以上に緩和します。新型コロナウイルスの影響で4月から臨時休園している玉野市のおもちゃ王国が10日。 営業を再開します。5月の単語の節句でお披露目できなかった恋のぼりが2ヶ月遅れで昼帰り、子供たちの来園を待っています。フードコートには、玉野市内をはじめ、岡山市、倉敷市、高松市などの保育園も合わせ、29の園から寄せられた29匹の布製の恋のぼりが風を受けて泳いでいます。続いて、 天気予報です。7月9日は岡山県南部、北部ともに曇り、時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。岡山県南部の最低気温は22度、最高気温は26度でしょう。岡山県北部の最低気温は21度、最高気温は26度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに 午前50%、午後70%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。